久保さん。予言、予言ちょっと的中っていうか的中じゃないけど的中っぽいですね。さっきね、なんか見たんですけど。<laughs> 久保さん。ペイペイ銀行になりましたね。なんかね、ジャパネット銀行が社名変更してペイペイ銀行になりましたみたいな。ジャパネット銀行はペイペイ銀行としてスタートしました。 やばないですかジャパネット銀行って結構昔、もうインターネットバンクのドンだったはずなんですよね。ジャパネット銀行が多分ネットバンクの先駆けだったと思うんですよね。これ、ペイペイ銀行ですよ。今、クボ、クボニュースいいんじゃないですかこれ、あの、ペイペイ銀行になりましたっていうね。矢号変更。やばないですかこれ。もうね、ヤフー、すごいっすね、これ。やばないですか まあ、これ3日前にもニュース出てんのか。すごくないですかやっぱ来ましたね <laughs>。いや、もう、ペイペイ銀行っていうのができちゃいました久保さん <laughs>。社名変更しただけですけど。まあ、もともとなんか、あのー、まあ、ヤフーとジャパネット銀行って多分、なんか、あのー、株なんかどうなんだろうな。あれなんですけど、うん、すごないですかこれ。 ペぺ銀行になっちゃいましたよ。銀行になっちゃった。ぺ <laughs> ぺ。この前言ってたんですけどね。だから、セブンイレブン、だからセブンイレブンもね、これね、飲み込んでいくんじゃないですかね。セブンイレブンもそのうちの飲み込むと思うんですけどね。まあ、どうもなんだ、セブン銀行っていう名前はね、まあ、残しときたいところがセブンイレブンだと思いますけど。いや、ジャパネット銀行じゃなくなっちゃうんですよ。 あ、もうあの、あれですね。あの、久保さん、ジャパネット銀行のホームページが変わってペイペイ銀行になってますね。すごい。ホームページも変わっちゃいましたよ、これ。社名変更。やばないですかペイペイ銀行できちゃいましたよ。このスピーディー感やばないですかだってペイペイなんかもうね、なんか1、2年前ぐらいじゃないですか この躍進劇やばいっすね。このスピード感。何が言いたいのかっていうと、いや、本当にね、変わらないとやばいですよ。だから、今、その、会社でも、やっぱ変化に対応できる、もうどん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 もう変われる会社じゃないと生き残っていけないので、だからやっぱ、あの、本当に変化に対応していく、変化していくっていうことは、超大事ですね。このスピード感覚は、多分昔なかったんですよ。 どうすかねうさんめっちゃ早いいですかこの流れすげえなペイペイ銀行やっぱなっちゃいましたねこの前言ってたんですけどねペイペイ祭りでねえなんかいろいろ言ってましたけどそうすごいなあちょっとやばいっすねはいということでまあ今回は変化しろですね変化しろまあペイペイ銀行でもいいやいってらっしゃい